商店に商店。こんにちは。はい、こんにちは。はい、というわけで、はい、またやなちゃんに。はい、豪徳寺のやなちゃん、はい、の前です。はい、前回収録しましたけども、はい、豪徳寺のやなちゃんご紹介で、ご紹介で、はいはい、今日は魚屋さんです。はい、はい、なんか面白いお父さんがいるらしいので、はい、行ってみたいと思います。はい、魚貞さん、魚貞さんという名前でございます。なんか古いお店らしいので、はい、行ってみましょう。ですね、まずやなちゃんがですね、はい、駅から1分ぐらい、はい、もう豪徳寺の駅、はい、あそこ駅がありますけど、はい、北側というか、はい、はい、豪徳寺商店街ですね。はい、はい、ここやなちゃん、豪徳寺マーケットの中、はい、この間前回取材をしました、やなちゃんです。はい、やなちゃんです。はい、で、はい、大沢さんはまたさらに進んで、まあ30メーター、40メーターぐらいですかね。ぐらいですね。はい、はい、の場所です。はい、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。ここね、はい、大沢さんはね、今日もセールやってるから、はい、結構売れてるわけですよ。はい、売れちゃうとね、早じまい、はい、うちは売れても遅くしまうと。なるほど。というわけで、もういきなり撮っていいですか。どうぞ。こんにちは。こんにちは。はい、この間どうも取材ありがとうございました。ありがとうございました。はい、申し出お名前よろしいですか。やうやのやなちゃん、豪徳寺のやうやでございます。はい、よろしくお願いします。今日は豪徳寺の同じく、はい、魚屋さんを、そうです、やなちゃんのご紹介で、はい、はい、その魚里さんといいまして、はい、やなちゃんとコラボセールしてる大変なお店でございます。もうすぐそこです、ね、そうです。はい、今やってますよ。はい、はい、はい、こんにちは。取材に参りました。こんにちは。お願いします。土曜日何もなくなっちゃった。じゃあよろしくお願いします。お父さんが初めて行ったみたいで、ええ、で、種子島のあの芋、芋もう感動しちゃって、やったあった、ずっと私探したの。あれね、スーパーもあるんだけども、うん、普通の化学品はうちのやつは無農薬です。あ、有機肥料の無農薬だから。でもなんか全然見っけたのに行かない。売ってないですよね、高いから、はい、普通売れないんですよね、うん、で、テレビのテレビショー、うちでね、はい、うちと魚里さんでですね、はい、魚さんでコラボセールをやってます。はい、でそれがね、大盛況で大成功されまして、はい、毎週やろうということで、まあ、毎週になったんです。毎週だった、はい、で今日はちょっと違うんで、来週から毎週になりましたんで、はい、なるほど。来週は水木、その後は毎週金土をやろうと思ってます。やなちゃんの方に行ったら、こちらの割引のチラシをいただいて、うん、内容はね、はい、特売品を作って、はい、うちに来たお客さんには魚里本店を割引券というのを差し上げるわけです。はい、1割引券を差し上げます。はい、でそれを持って魚里さんに来ると、なんと特売品以外も全部1割引になると。なるほど。で逆に大橋さんのところに行くと、やなちゃんの割引券を配布しますので、はい、それを持ってうちに来ていただくと、特売品以外も全て1割引き来られたんです。なるほど。この人のおかげでね、結構ね、商売繁盛。あ、本当ですか。先週楽しかったらしいですね。感謝してね。すごい。そうだよ。あのね、チラシってね、その近所でね、配るね、はい、あれは5000枚足らずなんだけど、はい、や、近所の人たちは結構来てくれるよね。あ、本当ですか。うん、まあ、何しろね、新鮮な魚を売り込む、はい、ね、スーパーと違った味じゃね、はい、もうちょっと少々高いけども、そのいいものをね、安く提供していこうと。なるほど、うん、だから頑張ってますよ。なるほど。こちら、頑張ってる大将、お名前は魚貞さんです。魚貞の本店、はい、こちらは長いんですか。もうせがれでもう100年ぐらいなんじゃない。あ、本当ですか。4代目、うん、すごい、みんな頑張って、あ、家族でやってるけどね、はい、豪徳寺でじゃあ一番古い感じですか。そうね、うん、へー、だからね、いいものいいものをね、提供していかないと、はい、魚屋っていうのは生きる道がなくなってくるの、ね、スーパーと同じようなものを売ったら、はい、もうおしまい。なるほど、ね、水の出るようなもの。山ちゃんさんはその、うん、まだオープンして日が浅いですけど、うちはね、はい、今月の2月の25日でなんと丸1周年。そうですよね。でこちらは100年。そうですよね。1年と100年の1年生で100年生がやってるわけ。それ1年生と100年生がコラボするって。いや、そうです。それがね、はい、面白いと思います。そうですね。だから新しい水同士やってるんじゃなくて、実は ね、超老舗の魚屋さんと、まだ新人ルーキーの1年生やってないやなちゃんがやって、はい、魚と野菜って、そのねコラボレートが非常にね、本当、もう非常にすごい効果があるね。あ、本当ですか。でやってみてね、うちは新しいからやっぱり若いお客さん多いよ、はいはい、でこちらのお店とか100年でしょ。そうですね、昔からだから
若いお客さんあんまり落ちなかったかもしれない。でそのお客さんが流動したものだからよかったですね。なるほど、客層がちょうどよかった。だからね、一回ね、味のいいものを食べると人間には舌があるじゃない。覚えてね、ふと忘れることできなくなっちゃう。なるほど。だからいいものにも、今日なんかこうね、マグロなんか特売したのね、俺ともう絶対食べた人は美味しい美味しいっていうよ。干物でもそうね、鮭でもそう。なるほど。だから特売だからって切り身を小さくしちゃうね、するともう何や特売だからあんな切り身が小さいのなんてなるでしょ。だからなるべくね、いつも平常で売ってる切り身にして、あら100円でこんな身が厚いのって。今ちょっとあのもう夕方の時間なので、だいぶ商品が売れてしまったらしいんですけど、お店は普段何時から何時ぐらいまで？だいたいもう、9時頃から、はい、今頃も閉まっちゃうよ。もう今夕方5時、6時、はい、そうそう、なくなりしない、ほとんどなくなっちゃうから。だからそうやっていいものいいものね、はい、回転しないとさ。そうですね、あそこの魚で言ったら毎日毎日大量に残ってるって、これ困っちゃうから。でいいものを、だから俺は自信持ってる、ね、なるほど。でこれだったら品数を少なくしてね、いいものを提供する、はい、というわけで以上です。豪徳寺の商店街は今どんな感じになってるんですか？盛り上がってる感じですか？新しい風が入ってきてますけど、盛り上がりがちょっと足んないね。足んないですか、はい、あの招き猫がやっぱり有名ですけど。そう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 、やっぱそういうあの街の取り組みみたいなのもいろいろされてる。招き猫の、ね、場合はさ、はい、あの猫ちゃんのね、それでセールスなんてやるけどね、セールね、はい、だけどそれはその時で一日なんだよね。ああ、なるほどね。だから全店盛り上げて、ね、今日はショック特売ってやってるけど、はい、みんなその忘れるものがあるんだよね、はい、今日売れないからもうやらないとか、そうじゃない、どん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 山ちゃんね、同じにそのどん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 やっていかないと、お客さんちがね、遠ざかっていっちゃうね。だろ。いや、そうですよね。そうだ、その通り、やはりね、だからね、お前さんの年齢からすると異常にやる気満々なの。で今回もね、そうですね、チラシを作ったらね、柔らかいですよね、その、そう、柔軟性なの。それでだからね、全然やる気あるから、びっくりした。お父さんちょっと小松菜さんに似てるね。そう、みんなに似てる。あれよ、小松菜さんに似てる、ね、そう言われる。やっぱりちょっと似てるねと思って、うん、小松菜さんのお兄さんって感じだ。そんな感じね、言われるよ、お兄さんって感じ。言われますね。うまいな。もうこの辺でいいかな。もうしまうから。あ、そうなんですか。もうちょっとね、今日ね、はい、魚の役員会なんで。あ、そうなんですか。だから趣味が、はい、じゃあ分かんない、がっぷりほら、感情ね、お金を感じてるし、ね、なるほど、わかりました。じゃあ、やっぱりね、ちょっとぜひ魚食べたい人は、そうそうそう、お気楽にこんな感じでお話しして OK な感じですか？ね、だから今度は、はい、あの水木、はい、ね、来週、あのコラボセール、コラボセール、コラボセール、はい、頑張ってんだよ。頑張ってる。みんな頑張ってるよ。はい。ああ、わかりました。いや、すみません、お忙しい中、はい、簡単に言ってさ、いいものってどうしてって高いでしょ。そうですね。安いものにはね、はい、やっぱりトゲがあるんだよ。ね、どうでしょう、いいことを言って、マグロ買ったら水がジャカジャカジャカ出てきたなと、ああいうのよく食ってるなと思って感心しちゃう。本当よ、うん、だから俺はもう絶対にもうね、いいものいいもの提供する、そうだよ、そういうわけです、はい、以上、よろしく、大佐田をよろしくお願いいたします。そうですね、はい、あの豪徳寺の駅からずっとこっち来たらもう路面店というか、そう、はい、そうですね、うん、はい、おじさんも、はい、見かけました。若旦那、若旦那もしてるね。若旦那さん、若旦那さん、こんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、というわけで、あの、よかった、お名前を。荻窪純一です。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、若旦那で、はい、はい、今、次をすぐに出してますね。そうですね、はい、はい、というわけで、今、ちょうどその、やなちゃんと、はい、共同企画をされたりとか、はい、あのだいぶ盛り上がってるそうなんですけど、はい、はい、あの売り上げがだいぶ上がりましたですか？そうですね、その時はね、はい、やっぱ新規のお客さんも多くなってるんで、はい、なるほど。でもこれオープンして、オープンしてとか100年ぐらい、はい、もう明治ぐらいからやってますね。その100年経ってるお店と
ちょうど 1年経ったお店が、なかなか合同企画で普通はあんまりやらないような気がするんですけど、でもあれじゃないですか、やる気のある人がやれば、ああなるほど、はい、そういうのがやる気は、ま、今の全然あると思うんですね。なるほど。あと生鮮今3品っていうんですけど、生鮮2品でやってるのかどうか、はい、生鮮3品ってあと何ですか。あとお肉屋さんが、お肉屋さんが、はい、お肉屋さんと共同企画はないですか。3つで今のところね、お話さんで今あ、そうなんですか。はい、こういった輪が広がっていく可能性はあるんですかね。していった方がいいと思います。もうだから3品ではなく、もうどん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 みんなが自然体でやれば全然違いますよね。はい、ぜひそういうのもあの取材したいので、はい、またこれを機にいろいろとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。